昨年の2歳女王アスコリピチェーのメス3歳、ミホ、黒岩が京成フオータムハンデ9月8日中山で復帰予定であることが分かった所属するサンデーサラブレッドクラブが14日ホームページで発表したドーマは前走後福島県のノーザンファーム天営に放牧に出ておりトレッドミルミニトラックコース 販路などを併用して調整中。馬体に緩さは残るものの、削矢は量化してきており、復帰戦から逆算して乗り込みを進めていく方針だ。現在の馬体重は505キロ、前走時480キロ、となっている。ドーマは大歌賞2着後、距離適正などを考慮して3歳品馬同士のオークスではなく、 NHK マイル C に参戦したものの、2着に敗れていた。